オムネオは、ドイツ・ベルリンに本社を置く、ボンバルディア・トランスポーテーションが開発、展開する2階建て電車。フランス国鉄では、レイヘオ 2N のブランド名で呼ばれている。Z2N 電車や V2N 客車など、フランス国鉄で運用されている旧型2階建て車両の置き換えを目的に製造が行われている電車。2010年2月14日に、 フランス国鉄とボンバルディアの間で製造に関する契約が交わされた。一度に多数の乗客を輸送することができる反面、車内間の移動や居住性、バリアフリーに難がある2階建て車両の課題を解決するため、オムネオは1階建ての車体と2階建て車体を交互に繋いだ連接構造を採用し、二階建て車体を一階建て車体よりも長くしている。また、 一階建て先頭、中間車体及び二階建て先頭車体に設置された扉の位置をプラットフォームと同一にすることで、車椅子を用いる乗客でも容易に利用できる設計となっており、障害者対応トイレを一階建て車体に設置することも可能である。さらに、二階建て車体は一階建て車体及び従来の二階建て車両に比べて車体幅が広く取られており、 快適性が向上している。構造全般において、ボンバルディアが提唱する省エネ技術エコ4を採用しており、消費電力が従来の車両から3%削減され、メンテナンスにかかる費用も抑えられているほか、車体の95%は再利用可能な材料を用いて組み立てられている。モーターについてもボンバルディアが開発した。 永久磁石同期電動機のミトラクが使われ、消費電力の削減や、騒音抑制に貢献している。需要に応じて、最短6車体連接車から自由に編成を組むことができ、内装に応じて2階建て中間車体の長さを変更することも可能である。下記の編成に加え、長距離運用に適した最高速度時速 200km の V200 も存在する。 2012年9月からチェコのベリム鉄道試験線で試験運転が開始され、2013年9月までに単独運転10万キロメートル、連結運転2万キロメートルもの走行試験が行われた。最初の編成が営業運転を開始したのは2014年10月31日で、2018年2月現在、フランスの重地域で、 合計382編成が発注されている。なお2013年現在、フランス国鉄は最高速度時速 160km のテルなど地域輸送向け編成に Z55500 系、最高速度時速 200km の長距離運用向け編成に Z56500 系の形式名を与えている。そのうち Z56500 型については、 ノルマンディ地域圏向けに40編成が発注されており2019年の運転開始を予定している。ありがとうございます。